調理コンサルタントの森山チャンネルです。今回は、飲食ビジネスのオピニオンの第3回目。前回は、お店を辞める決断をして、その後、どうしようかっていうところで話は終わったと思いますが、今回はその次からのお話をしていきます。お店をやれたのはいい経験であり、素晴らしい今となっては貴重な財産ではありましたが、その当時の僕にとっては、挫折感が強かったのを記憶してます。それはひとまず置いといて、その次どうするのかっていうのを考えたときに、実は新規店舗のオープンを経験したのが自分のお店が初めてだったと。それまでは、要するにもうホテルしか知らないんで、しかももう、空いて普通に、日常が流れてる場所に入って、仕事を覚えるっていう体験しかしなかったものが、初めてこのゼロから、新規のお店を作り上げるという経験をしたのも結構でかくてですね。それもでかいんですけど、じゃあ、他の会社、他のところはどういうふうな新規開業、新規店舗をオープンするのかを、やっぱり経験したいというか見てみたいっていう気持ちになっていったので、次に働くところに関しては新規開業のお店にこだわりました。そしてその新規店舗を開業する会社というか、とりあえず就職する場所を探すのに見た雑誌というのが、いわゆる今もうないのかな、ガテンっていう雑誌に結構飲食系の求人がいっぱい書いてあったんですよね。で、それをこう見てたら、その当時、料理の鉄人、料理の鉄人もまだ、始まってからもう2年ぐらい経ってて、それでもそれなりに盛り上がってた頃だったと思うんですけど、最初のフレンチの鉄人の石鍋豊さんが経営するクイーンアリスですね。クイーンアリスが求人に出てて、え?と思ってですね、よーく見てみると、その当時、まず、港未来にあったパンパシフィック、あったっていうか、その当時で言うとこれからできるパンパシフィック横浜。で、その中にクイーンアリスも出店する。あともう一つ、それもまだ建物は完全に出来上がってなかった頃だと思うんだけど、晴海のトリトンスクエアにクイーンアリスが出店する。なんか結構出店ラッシュみたいな、感じだったんですよね。で、それで求人が出てって、それに、これはじゃあ、ある意味フランス料理屋でもあるし、新規オープンも経験できるな、ということで、応募してみました。それで応募して、就職試験、別に筆記試験とかじゃなくて、とりあえず、その時は、西麻布にクイーンアリスの迎賓館って、だからバブル崩壊以降、意外と、その、レストランウェディングっていうのが、重要になったとか、その、収益源として重要になったっていう時期があって、その頃は多分、その後、石鍋さんの後の鉄人だった酒井さんも、ロシェルで、レストランウェディングとか、とりあえずレストランウェディングの黎明期ですかね。多分原因かも結構土日はレストランウェディングっていうことが多かったと思うんですけど、それはちょっと雑学的な話として、試験会場がクイーンアリスの迎賓館で、初めて迎賓館に行きました。で、行って、最初、もう筆記じゃないんですよね。最初のお題というのが、フランス料理をちょこっとやってる人はわかると思うんですけど、そのガロニチュール、付け合わせの野菜ですね。その付け合わせの野菜の、お芋、ポテトですね。フランス語で言うとポムテールですね。それの指定したジャガイモの付け合わせを作ってくださいと。で、もしもそれ言われたのが分かんなかったら自分が知ってる付け合わせのポテトの料理を作ってくださいってことで、その時
時な、まあ、ちょっとあんまり細かく覚えてないんですけど、まあなんかお題があったんですよ。いろいろあるんですよ。あのポンヌフとかね、あの新橋に蕎麦屋あったけど、あのそういうのとか、あのポムゴーフレットとか、まあいろんなそのお芋の付け合わせ料理名っていうのが結構あって、なんかそれでお題が出されて、俺がだから多分その時お題出されたやつがピンと来なかった、あの来なかったような気がするんですけど、まあ僕はひとまずポムリソレっていう料理を、そのじゃがいもの付け合わせ料理を作ったのと、その後にオムレツの試験があったんですよ。しかもそのオムレツに使うフライパンが、その厚底の鉄のフライパンだったんですよね。またこれが取り扱いが結構大変だったんですけど、まあとりあえずその2つの料理を作るというのがひとまずの試験課題でした。それでその料理を、まあその2つの課題を作るのが一次試験ということで、いやこれでまたちょっと待機して、まあ結構な数の、受験者じゃない、志望者が来てたんで、まあそれが一通り終わるまで待って、まあ一通り終わった後に一次試験を通った方をお呼びしますということだったんですね。で、まあ結果としては一次試験に通り、一次試験通った後は今度面接なんですよ。で、その面接者が誰なのかって言ったらもちろん石鍋豊さんで。で、石鍋豊さんのその今もそうなのかは詳しくは知らないですけど、その当時の奥様というのがフランス語の専門家だった方で、多分その二人で面接みたいな感じだったと思います。まあ、その面接も4人一組で順に何か聞かれた記憶はあるんですが、まあ、細かく何を喋ったかはもう記憶にないんですけど、石鍋さんの口調が、すごくなんていうんですかね、もう悟りを開いた仙人みたいな、穏やかでゆっくり語りかけるみたいな感じだった記憶はあります。そして、まあその面接が終わり、じゃあ本日はこれで、終了ですと言われて、まあ結果は後日、合否の通知を郵送いたしますということでした。そしてですね、クイーンアリスから、合否の通知が約1週間に届き、中を開けてみます。まあ、結果はぶっちゃけ話、今回はすいませんということで、まあ、ひとまず、結果としてはダメだったんですが、まあ、クイーンアリス、当時のクイーンアリスの厨房も見れたし、まあ結構な数の人が就職試験というか、まあそういうのに来てんだなっていうのも見れたし、まあ面接で直接石鍋豊さんとお話もできたし、まあそれはそれでいい経験はできたと思います。ただ、次、また見つけないといけないので、まあその次に関しては、また次に、第4回目にお話ししたいと思います。